はい、おはようございます。 S ピークです。2021年5月の22日志賀高原横手山来てます。横手山じゃない、渋峠来てます。はい。だいぶ雪減りましたね。あの去年の10月 の、 あのこの渋峠のゲレレポ動画、あの概要欄に貼っとくんで、その時にはあのここリフト下の撮影してるんで、まあその時とね、あのぜひ状況を比べてみてください。もう雪はないですに近いです。はい。反対側のウェーバーコースも完全に壊滅してます。さようなら状態です。うん。まあね、あのこれこれから滑っていくんですけど、まあ、あの営業予想はね最後にしていきますかね。とりあえずこっちのゲミートコースだけこの早朝では滑れるんで滑っていこうと思います。よし、じゃあ行きましょう。レッツゴー。はい、というわけでまずウェーバーコース見ていきましょう。これリフト乗ったばっかです。ウェーバーコースの下の方、今日の通常営業までにこれなんとかつなげて営業するとは言ってますけど、まあ無理じゃないかな、無理じゃないかな。あそこ分かりますかね、真ん中かなりどでかい穴がついてるんで、あそこ埋まる感じでやんなきゃいけないですよね。こちらもそうですね。まあ、このブッシュと、あと、ブッシュじゃないとこは、あの、でかい穴開いてるんで、あそこ全部雪埋めるってなると、なかなか大変じゃないかなと思いますけど、いけるんですかね？いけるんですかね？はい、今度はウェーバーコースの中腹付近ですね。ここもだいぶ薄いですね。今、日が出ちゃってるんで、ここもほっとけば途切れると思うから、ここも、なんとか繋げなきゃいけないところですね。うん。まあ、この辺りがね、狭いのはしょうがないとして、こっから上はね、林の中かな、どっかから雪持ってきたやつをね、このように持ってあります。おそらくこの後引き伸ばして滑れるようにしようと思ってるんでしょう。まあ、上の方はね、なんとかなりそうですね。ウェーバーコースの最上部です。今そこで、圧雪車が、整備していますね。ちょうど木の裏で見えないと思う。今ここ引き伸ばして、まあ、この辺はね、通路が作れそうなぐらいの感じではありますね。雪ちょっと持ってあるんで、これを引き伸ばせば、まあ、今日一日、もしかしたら明日ぐらいまでは持つんじゃないかなと思いますね。厚みとしては、こんなもんです。1メーターぐらいあるのかな、厚いとこで。はい。働く車シリーズって感じですね。さあ、いけるでしょうか。どうかな？はい、というわけで中間オリバー降りてきました。ウェーバーコースの方はオープンしてないんでね、っていうかね、先ほどこのシーンの前に見せたと思うんですけど、まあ無理でしょうね。うん。山頂方面も繋がってはいないんで、まあもしクランペットカフェとかトイレとか行ったら歩いて戻ってくる感じになりますね。よし、行きましょう。わかりますかね。結構ね、固めな感じですね。うん、まあね、あれ巻いてるからね、あれ。うん。コースアバーある程度、まずゲミュートの上の方はまあ、そこそこの幅ありましたね。うん。でもって、アセスで頑張ってます。で、まあこの辺はちょっと幅広気味。まあ、比較的ね、幅広気味。で、この辺から別に狭くなったわけじゃないんだけど、まあ、
ゲミートコースの本来のコース幅からすれば、もう3分の1ぐらいしかないっていう感じですね。前の、志賀高原じゃないと、志布峠のゲレルト動画でも、ここに雪持ってますねって言ってた部分がちょうど残ってる感じですね。そして見ての通り、これ、上からここ日がね、もう、さんさんと当たるんでね、どうしてもここ溶けやすいんですよね。だからまあ、去年とかもそうでしたけど、基本ここに雪を持って、持たせに行くって感じですね。うん、よし、じゃあ進みましょう。多少のね、地形のね、雪面の上にはしょうがないですね。ここら辺で、どうですかね、高さ、ブーツの高さぐらいなんで、30センチないぐらいですね、の感じの雪の厚みになってます。すぐ横には、ちょっと小川ができそうな、なんか水っ気というか、あれを感じますね。で、もし写真とか、かっこいい写真とか撮りたい人は、ここから上、ちょっとここ広がってるんで、ここから上を狙って、あそこの斜面から飛び出てくるところを狙うと、かっこいい写真が狙えると思います。なかなかね、もう雪上滑ってるいい写真撮るチャンスないと思うんで、まあ、ここら辺で映えを狙っていきましょう。見てる通り、ここだったら邪魔になるんですね。よし、じゃあ次行こうかな。はい。ここで、まあ、この S 字のところ、座った後のところで、まあ、ちょっと急っていうか落ち込みがあった後に、平らな幅広のバーンがあるんで、まあ、ここら辺がね、ショットで出して気持ちよく行ける最後のところかと思います。ちょっとね、うねりがあるんで、そこだけはマジで気をつけてくださいね。あんま気持ちよくなって、ふってやると足取られて、すっ飛ぶと思うんでね。うん。よし、というかね、じゃあ、下の方まで行きましょうか。途中狭くなってますから気をつけてくださいね。はい、ここが志布峠のボトムのところです。だいぶここに溜まった雪かき出しましたね。といっても、今私が立っているところの真下はアスファルト、あそこの国道と、まあ、標高というか地面高さとしてはほぼ面のところなんで、まあそれ考えれば、まあここから 1,2 メートルあるってところですね。まあ、ただここからかき出したらもう本当の本当に終了ですからね。うん、まあ、この後来週末、ウェーバーコースを持たせるために、まあ、この雪はどんどん駆け出されていくんでしょう。どうですかね。こちらの、向かって左側、ゲミュートコースですね。ちょっと微妙ですけど、まあ、ワンチャン来週も滑れるかもしれない、かもしれない、かもしれない。個人的に 50-50 かな、ちょっと厳しいかなっていう感じの気持ちで見てます。うん。可能性がないとは思わないです。うん。まだ見込みあるかなって感じで。ウェーバーコース吹き出せるから見込みあると思います。はい。うん。そうですかね。そして、まあ、今回早朝のみのゲレレポをやってるんですけど、ゲレンデレポートっていうか、雪上の私の活動としては、今シーズンは今日でラストにしようと思います。はい。
まあ、この後今年はピストラボとかね、通ったりとかしようと思ってるんで、まあ、シーズンオフとは一体みたいな感じになるんですけど、まあ、相手なら、この5月下旬から6月上旬がシーズンアウト時期になっちゃうんですかね。うん。まあ、シーズンオフになっていって、これから、シーズン中に撮るためって言ったら、まず、追い取り動画、追い取り動画ね、第103回までありますからね、今多分この動画、上がってる時点でまだ80番台投稿してると思うから、あと10個以上動画上がる予定です。はい。早く消化します。で、まあ、ゲレレポは今回で終わって、そこら辺、消化終わったら、シーズン中に撮れたんですけども、あるいは、これから追加で撮ろうとしていくもの、シーズン終わったんで、ここまではちょっと正直、量を優先してた、まあ、質より量という感じで動画投稿してるんですけど、オフシーズンは皆さんのためになる、特に志賀高原情報ですね。とかの情報をちゃんと編集して投稿していこうと思います。ぜひよろしくお願いしますね。はい。で、まあ、毎週木曜日ゲレ食動画は上がってくんで、はい、よろしくお願いします。来年のシーズン中まで投稿し続けるぐらい撮影の玉はあるんで、絶対途切れることはないです。うん。はい、私の編集がやる気なくなるわけね。うん。はい。という感じで、ちょっとまあ、宣伝とかしちゃったんですけど、あ、ついでにメンバーシップもやってます。メンバーシップの方も動画、ちょこちょこと上げていきます。まあ、興味あったらよろしくね、っていう感じぐらいで、今日のゲレレポ、そして、今シーズンの雪上撮影、ゲレレポ、終わろうと思います。はい。いやー、シーズン入ったのが、11月13日、志賀高原横手山、会話ゲレンデから、今日終わったのが、まあ、その山のすぐ裏になるこの志賀高原渋峠ゲミュートコースという感じになりましたね。何日間、11月半ばから5月の半ば、うん、5ヶ月6ヶ月7ヶ月いや6ヶ月か、うん、約半年間滑ってきましたね。先ほど言いましたけど、今シーズンはオフシーズンにピスラボも滑っていこうと思うんで、まあシーズンオフとはっていう感じですね。ちょっといろいろとね、自分自身の課題とかやりたいこととか滑りの云々っていうあれもあるんでね、そこに取り組んでいこうと思います。で、動画投稿もやっていきます。はい、もうこれ2回目か3回目でしたね。いい加減終わります。というわけで今日の動画です。この動画参考になったり、もし今後も私の投稿を見ていきたいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。というわけでまた次の動画で、じゃあね、バイバイ。